海浜幕張に行ってきました。海浜幕張っていうやつですね、バズとシュレッダーですよ、千葉マリンスタジアムと幕張メッセがあるところですね。エレベーターがですよ、まあつまりこっちの方抜けてきたから、なんかあるということですね。山側はもうイオンの本社とかそういうのがある感じですかね。それかかるんでちょっと行ってみようか。人がすごいことになってますが、一応頑張ってますし、死んでますか。ゆうちょピンクが合ってる仕組みですけど、なさそうなんですよね。はい、こっちを避けてみて、この鼻を見送ってみてください。おそらく途中入退場が効くので、まあ効くのかなわかんないけど、あ、効かないかもしれないけど、まあお金はそんなに用意してやるというだけで、まあ頑張って、お土産を買っていきたいと思います。オークションにはちょっと参加できないですね。厳しいショッピングのチャンネルにやろうよ、本社。
これどうだ、なんか出来たてみたいな感じですね。テナント募集って書いてあるけど。いや、多分ちょっと厳しいかなって感じですよ。まあ、去年も同じ感じだったんですけど、去年はもう完全にもう出遅れましたが、結構入るのにも厳しい感じがしましたんですが、結構これ入るのにも大変なんですよね。まあ、ビデオが長くなるので、それは後編ということになりますけど、入り口まで到達は。でも前、また20分ぐらいかかってますからね。朝、今ちょうど9時前なんですが、8時58です。まあ、あの人の多さはやっぱりすごいですね。まだ開演1時間前ですから、ここからちょっと本番なんですよね。まあ、もはや AKB の握手会でも遅いなってますから、この人数は。一応今日はパーティーに参加できますよ。今日は東京一泊できますから。
しかし、こういう体験はどうしたんですかね。普段じゃモテませんからね。普段は一般入場口ですよ。もちろん入場券はもう購入済みです。さあ、昨日まで結構涼しかったわけですが、まあ、今年はちょっと例年に比べて暖かいような感じがしますけど、ブラジル博の方も結構混んでますね。あ、でも去年も確かブラジル博やってましたもんね。なんかやってましたもん、今年の方は。それでもやっぱ今年も暑いですね。さあ、いよいよ奈良の地点までやっていきます。まあ、一応今年はちょっと早く来たもんですから、早く入るそうな予感がしますね。あるからって、友達いないんじゃない。さあ、まもなく、はいですね、到着しています。どうぞこちらでも並びください。ここでストップです。じゃあ一旦切ります。では後編戦です。